はい、どうもラスですね。今日はですね、こちらのイベントにやってまいりました。インタービーですね。これ何かというとですね、映像と、まあ、音響と、まあ、通信系のいわゆる放送機器のですねイベントでございます。もうプロフェッショナルなね機材が多く展示されているということで、まあぶっちゃけ場違いな感じはあるんですけど、いろんなねものが見れるかなということで来てみました。早速ねブースを見に行きたいと思います。はい、ちなみに今日はですねこういったマイクを連れてきております。前と後ろでねどっちも声を拾えるというところで、この装備でねちょっと撮っていければなと思ってます。会場に着きました。すごいっすね。もう見渡す限りの機材関係のね名だたる企業がブースを出しておりますよ。ここはスモールリグさんのブースですね。 XT5 用のリグがありますね。めっちゃかっこいい。お、S5 マーク2用のリグもありますね。やっぱこういうのあった方がいいんだよな、きっと撮影が安定しますからね。まあ、これは組むのは難しいと思うけど、かっこいいな。あ、ホーリーランドのやつもありますね。スモールリグさんでステッカーをもらいました。かわいいですね。いや、プロ用すぎるなあれどうやって動いてんだ。あ、いつもお世話になっているブラックマジックデザインさんですね。ピンバッジももらっちゃいました。すげえ、もう完全にもうこれプロ用だ。かっこいいけどね、これ操るの。オーディオポストプロダクションダヴィンチリゾルブね、音響がねすごいいじりやすくていいんですよね。あのプラグインとかも全部入るからすげえな。そしてその隣にはですねソニーさんのブースがありますね。いや、これもまたでっかいよ。ブースモデルさんが佇んでるだけでももう絵になりますね。シネマカメラかっこいい。すごっ、クレーンですよ。こういうのでね映像制作されてるわけですね。すごい、演者さん何もモーションキャプチャーつけてないんで、あ、これカメラの映像だけで撮ってんだ。すごっ、こんだけリアルタイム、遅延ほとんどないですね。今聞いた話なんですけど、この天井についている6個のカメラで演者さんのモーションをキャプチャーして、でアンリアルエンジンでアバターの方にも反映するという仕組みみたいで、モーションキャプチャーのねセンサーはねつけなくていいらしいです。しかも6台で2人まで対応できるみたいですね。すごっ、いやちょっと年早もなくテンション上がっちゃったわ。すげえ撮れる。うすげえ、カメラと連動してる。え、これすごない？あ、カメラがちゃんとワールドの位置関係を認識して動いてくれてますね。すごっ。日本語大丈夫ですか？ある程度。ある程度。これ重さはどれくらいできるんですか？いろんなサイズがあるんですけど、はい、その離れた距離によって色は変わってくるんですよ。おお、なるほど。全然できますね。すごっ。 GH5 が乗るんだったらまあまあ小型のカメラであれば大体乗りそうですね。あ、ありましたありました、オーリーランドさんです。ここのねワイヤレスマイクがめっちゃいいんですよ。自分も使わせてもらってまして、見ていきましょう。これがレビューしたラークマックスですね。で、あとね M1 と C1 っていうねさらに小型のモデルもありますね。これがめちゃくちゃ音質良くて気に入っております。これがあれですね C1 で、これがまず 4K で、これがまず M1 モニターと送受信機がね一緒になっているというものになりますね。これいいな。
モーリーランド様に行ったらですね、ちょっとご担当いただいた方はいらっしゃらなかったんで、中国にね、いらっしゃるってことだったんでいなかったんですけど、別のね、マーケティング担当の方とちょっとお話をして、お土産までいただきちゃいました。ちょっとね、いろんなブース他も見ていきたいと思います。ここはあれですね。iPhone、iPad を多分ね、モニターにしてくれる機器ですね。初めて実機見たけど、かなりちっちゃいね。これで iPhone がモニターになるならいいかもね。担当者の方、あ、いいですか？はい。あの、アクソン会社の商品なんだけど、はい、普段の普通のトランスメーターと違って、電動的なトランスメーターの機能を加え、トランスメーターから Wi-Fi で iPad や iPhone に動画を飛ばすことが可能です。なるほど。例えば、こちらの iPad mini はケーブルで使うんじゃなくて、あの Wi-Fi で使えます。ここのモニターはアプリを使ってあの専用プロのモニターに入ることができます。いろんなプロのモニターの機能、このピーキングとかラインとかがあります。あの写真を透明度を変えて入れることもできます。あとここにロッカーボタンを押すと、あの今出てる謎を写真に保存します。ライブボタンを押すと、なんだと思います。ライブ配信ができるんですね。すごい。配信です。あとトランスミーターはアクション会社特創的なデュアルバウンド技術。何かというと 2.4GHz と 5.6GHz の両方同時配信します。例えば今インタビューの電波コンパするんですね。片方が尺段や弱なりながら、もう一つを使えます。すごい安定性が、まあ、コロナ撮影現場では一番大事じゃないか、うん、そうですね。いや、結構ワイヤレスだと通信がやっぱ途切れたりとか、そうですね、っていうのがあって、あと今回展示された新商品、はい、これナノです。ちっちゃ、ありがとうございます。カレーですね。めっちゃちっちゃいよこれ。そうです、ね、すごい。このカメラはナノを使って画像を、あ、これ新しいやつだったんだ。そう、ここですね。で、画像がここで、はい、ナノのここに入って電波で、あの Wi-Fi で最大4つの iPad や iPhone、まあ、Android でも OK。 Android でもいけるんですか？でも OK、アプリをダウンロードすれば。なるほど。ここの iPhone とこの iPad mini は全部無線でつなげています。すごい。ディレイも少ない。全然ディレイしない。そう、ディレイは60ミリセンが以下だ。ラットを使って全部のモニター、iPad、iPad mini の色を統一することもできます。ちゃんとじゃあラットのビューもできるんですね。そうです。すごい。ラットのビューはこちらで設定できます。アプリで制御するんですか？そう、アプリで制御するんです。すごい。他にもあのスライダーもあります。スライダーすごいですね、これ。スライダーは、うん、バッテリーで電動で使います。アプリなしでボタンで操作します。あ、これでできるんですね。これでスピード調整で、これでスタート位置と終わり、これでループがあったり、これでストップ。で、このバッテリー1本で60時間作ってます。このサイズで60時間。そう、すごい。あのでも使い方にもよります。なるほど。例えば一方の40センチのスライダーは斜めに使います、はいはい、斜めじゃなくて90度にも使います。垂直で縦にもできるんですか？あの重さ 2.5 キロまでは垂直移動ができます。すごい。よく見ればそちらのアングル変えながら動かします、うん、すごいですね。そのアングル変えながら円を描くような格好の商品を実は見せられてる。そうですね。変えるのはこちらのプレートで移動しながら変えます。これは最大55度まで。なるほど。もう一つの会場の方に来ました。ナンライトさんのブースになりますね。スポットライトなのに防水防滴ですよ。すごいね。全然大丈夫なんだ。滴ってる水が。すごい。シグマさんのブースですね。シネマレンズのね、ラインを展示されるというのは伺っておりましたが、かっこいいな。
高級感があるね、やっぱりね。そしてでかいわ、すご。富士フイルムさんのブースにも来てみました。もうプロの放送用機材がねずらりと並んでおりますね。そんな中で GFX もありますね。そしてブースがかっこいい、かっこよさげです。プロ用って感じ、めっちゃ絵綺麗だな。やっぱこの辺はもうあれですね、オーディオシステムのブースの方に入ってきましたね。全部タッチスクリーン仕様となっておりまして、すごい、タッチスクリーン、タッチスクリーンなんですよ。これあの送信機の方の部分にディスプレイが入ってるんですね。はい、もちろんこちらレシーバーの方も全部タッチスクリーン仕様となっております。すごい、どっちもタッチスクリーンで、そうですよ、どっちも設定可能っていう形になっております。でこちらの装着方法なんですけど、こちらマグネットが付いておりまして、でしょ、ちょっと強力なマグネットなので落ちる心配もございません。おっと、すごい、逆になりました。逆逆でした。逆でした。この付属のじゃあマグネットは4個ついてくるんですか。そうですよ、4個なので、こういった形で取りやすくするように親切設計となっております。確かに裏一個だけだと落ちちゃいますもんね。そうなんですよ。だから薬局とかとなんかこう不便じゃないですか。そうですね。なので4つつけてるっていうのがこういったあの使い方があります。すごい。肝心はカメラにつける方法なんですよ。こちらのポットシュー、コートシューをピッてつける。レシーバーもマグネットになってるんですね。なってます。でこちらこう刺して。こちら、なるほど。で、これいいですね。じゃあ向き変えれるんですよね。変えれるんですよ。最大の特徴の一つです。最大の特徴はいくつもあります。すごい。なので、一人で撮影するときにこうカメラは自分で持っていくとか、二、ね、人でしたらこうやって設営しながらこうコントロールすることもできます。そうなんです。向き変えるの結構大変だなと思ってて。そうなんですよ。自分見えませんから、ちょっと原因調整とかどうなってるかみたいなこと、自分一人で撮影とかしてると、うん、やっぱそこ見えないと困るんですよね。困るんですね。これですね、オンボードレコーディング機能がございます。おー、なるほど。なのでこれマイク単体でもレコーダーとして使用することもできます。なるほどなるほど。でもちろん送信ゲインとか上がる人とかディスプレイの操作ができます。こちらのディスプレイは自分好きな画面を変えることができます。すごい、スマートウォッチみたいですね。そうそう、スマートウォッチみたいな。すごい。本体の録音は何時間ぐらいできるんですか。あ、本体の録音は8時間くらい。なるほど、全然十分ですね。アプリを通してファイルを取り出すこともできますし、レシーバーを通して取り出すこともできます。なるほど、これ初めて見た。これ今日本で売ってるんですか。あ、今売ってます。ちょうど7月から発売開始されております。あ、7月から。はい、そうなんです。今年出たばっかりのやつなんです。ぜひお願いいたします。ありがとうございます。三脚のレオフォトさんですね。かっこいい。いいですか。ありがとうございます。リグとかもたくさんありますね。かっけー、いいなぁ。こういうのガチガチに組んでみたいよなぁ。いいです。ショールームも担当してるんで。あ、そうなんですね。ありがとうございます。これがじゃあこの今話題の新商品の組み合わせが自由のマジックアーム。わぁ、いいですね。はい、で今回はい、特別に CEO、レオフォト CEO が来てて、サプライズで持ってきたものが、この雲台と、これは何ですか？これはビデオ雲台なんですけども、はい、まあ、分かる人が見ちゃうと、いわゆる他社さんのビデオ雲台。なんか見たことあるような形ですよね。そういうような、はい、まあ、どことは私からは言えない、レオフォトの雲台なんですけど、まあ、いろんな方に今日触っていただいて、はい、まあ、もう遜色ないぐらいの。なってねって言っていただけたので、これも一つおすすめのインタービュー、もし来られる方がいれば見ててください。すごい。っていうのが一つ。もう一つがそこの三脚も参考出展になってるんですけど、すごい。これまあこれもどっかで正直見たことあるかもしれないですけど。そうですね、形が、はい、ワンロックで、まあ、これも前段行くっていうのも、すごい、はい、弊社から出ます。まだ参考出展なんでちょっと価格とは分かんないんですけど。まだ時期も未定なんですか。時期も今のところは、はい、
っていうような商品です。すごい。いやでももうこれ、はい、できてるってことは近いってことですね。近いってことですね。はい、すごい。かつこの機構までは私知ってたんですけど、はい、他社さんでこれあるか分かんなくて、スプレッダーの長さ調整、私は手でやるもんかと思ったら、これ踏んだらいける。え、すごい。踏んで離すと6がここで止まる。これ考えられてますね。これなかなか、もしあるんだったらすいませんですけど、はい、こういうちょっと便利な機構も備わってるんで、これも今回の見どころかなっていう、はい、感じになってます。すごいですね。はいはい、ということでね、インタービー初参戦だったんですけれども、いや楽しかったね。見たことない機材いっぱいあったわやっぱねプロの世界はすごいってことがね分かりました。一応ねそのコンシューマー向けの機器とかもいろいろあったんで、ちょっとそれはねまた変えて動画編集したいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。